さあこんにちは。何をやってんだと お思いかもしれませんが、私はまだドイツにいまして、はい、今日はですね、やっぱりこういうね、せっかく来たならこういうね、やっぱり運転の上手くなる車というのもね、もちろん BRZ なんか最高に運転が上手くなりますし、本場欧州のね、やっぱり車ってやっぱどこか日本と違うし、それにあの走る場所がね、ニュルブルクリンクという世界で最も厳しいあのサーキットでもありながら、そのテストコースでもありながら、一般路でもあるという、そういう場所をですね、日頃こうちょっとその気になればいける、まあちょっとその気になればいけるからこそ身近じゃない人もいるんでしょうけど、まああの周りの街は最近街づくりそのものが、前こんなの看板なかったと、要するに本当にニュルブルクリンクの周辺に行かないとですね、その匂いがしなかったのに、結構あの離れた場所で街があるんですけども、なんだっけあれ、バートノイヤーからちょっと来たところ、前よりもですね、もうここがニュルだぞみたいな雰囲気があって、驚くんですが、まあそんなこともあってですね、やっぱりこういうニュルをすぐ走れる車、スバルにもあるんですね、こういうのがね。ちょっとね、今日はその車を紹介するのと同時に、まあ、写真も撮りたいなということで、せっかくの機会なのでね、撮らせていただこうと思います。感じるんですけどね、クラッチミートのポイントがね、やっぱりあって、この方がスムーズだな。いやこんだけ乗ってすぐわかる、いいじゃないですかこの足。なんでドイツで作るとどうしてこうなるの？あの足をミュールで使うからだし、ドイツ人がやるからだな。日本でやるとめっちゃくちゃらしいになっちゃうんだよね、これ。これだよ、これ。これこれ。これをね、どうしてね、日本のね、モータージャーナリストとかね、変なね、このメディアの人たちはね、こういうのをねバカにするんだよね、きっとね。これすごいいいじゃん。これニュルブクリンク走るための車ですからね。が使えって言ってね、都市何がいいって言うから、コンフォートって言ったらね、うんって言ってね、コンフォートを選んでくれてましたけどね。結局めんどくさいから使わなかったけど、 M1 ばっかりでやったんですが、 M2 は選ばなかったんですけど、まあ雨降ったらね、もちろん M2 にするんですけど、あ
I'll follow you って言ったら喜んでましたね、ジャックがね。あんたの言う通りにするよって。いやでもね、これニュール走るならちょっとソフトの方がいいんですよ。ソフトっていうか柔らかいんじゃないんですよ。すごいね、あの厚みのある足です。 2.5 リットルの、ね、エンジン6速マニュアル、トルクフルですよね。まあ輸出するこの EJK っていうのはやっぱり 2.5 リットルをね、使いますよね。いい音してますでしょ。これでニル走ったら面白いだろうな。ゾクゾクするな。だいたい本当にね、このどうでしょう、50メートルも走ればだいたいその車のね、あの出来がいいか出来が悪いかすぐ分かりますよね。やっぱりね、持ってるあの素性はね、この VAB っていうのは良かったですよね。これは 2.5 リットルだから VAB っていうのかどうか分かんないけど、まあ、これがね、この味だから、まあ、最後のね、S209 っていうのはさぞかしね、面白い車に仕上がってたと思うんですけど、ちょっと見た目がね、見た目がいまいちでね、あればね、まあ昨日乗った M2 みたいなね、コンプリートスバルは出せるといいですよね。もうね、最近はね、昔撮った杵塚をね、薄めてね、味付けてね、それも例えばこういう感じですよね。本当のねココアじゃないんですよね。チョコレート、ホットチョコレートだって言ってね、本当のあのミルクじゃなくってね、なんかね、よく最近のほら自販機の、ココアってやつ、ね、一応ココアなんだけど本当に昔飲んだココアじゃないみたいなね、ああいう車多くなりましたよね。そういうスバルから出るコンプリートってね、そういう車ばっかりになりましたよね。なんか喋りながら乗ってきたらね、全然知らないところに来ちゃったんでね、こういう時気をつけなきゃいけないんですけど、だいたいそのうちね、どこ走ってるかわからなくなって迷子になるんですね。まあいざとなればね、今撮ってる VAB だとは思えないでしょ、この乗り味。これが本当にいい車です。だいぶね、うちの RR もこういう風になってんだけど、これには及ばないな、全然及ばないな。これ目指そう。それとね、これね、ペダルの位置が調整してあるよね、これ。乗りやすいわ。田舎道行くかと思ったら、また違う町に来ちゃいました。こういうとこへね、こんなに。
ちの方行っちゃったんでね、どっかでね絶対戻りますよ。おかしいもん。ガソリンもねこっちも高いんですよ、めっちゃ高い。日本安い、ここに比べると。さっき半分ぐらい乗って廃屋を満タンにしたらさ、日本円で1万円ぐらい払ったもんねBRZ 半分ぐらいになっちゃったんで満タンにしたんですよ。でアウトバーンの給油所で満タンにして料金払ったら、生産者見たら70ユーロって出てたんですよね。こんな街並みがいよいよ出てくるんだもんね。ドイツへ来ると楽しいわ、こうやって天気がいいと。これね、日本仕様のVAB ならね、このままドッ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 と動いてますよ、これ。というか逆にね、これこの仕様じゃなきゃね、夜走れないですよね。まあ、全然知らない道をね、こういう風にね、勝手気ままに走ってね、二度と出会わない、もう一回行こうと思っても、行くことのできない風景を探すっていうのも、まあ悪い気はしないですよね。僕は車を走らせるのが仕事なので、ね、車を走らせてどういう車が素敵で、あなたにはこういう車が合うよって真剣にその話を聞いてくれる人のために生きてますからね。だから全然ね、買い物したいとかね思わないんですよね、あんまりね。この時間が一番至福ですね。まあ、元はね、社員やね、お土産待ってますんで ね、さっき買い物したんですけどね、ありきたりなもんじゃつまんないんでね、やっぱり僕はスーパー行きますね。スーパーでね、もうそんな贅沢、みんなやっぱり一番喜ばれるのチョコレートなんでね、チョコレートの菓子を今回ね2種類買ったんですけど、自分用にはチーズマスタードを買いました。チーズマスタードって一種のジャムなんですけどね、つけるんですよ。美味しいですよ。テストし始めたってのは、それこそ本当トヨタよりも先じゃないかと思いますよね。まあ日産はね GTR の開発であそこ使うって力入れてファクトリーまで立ててますから、また別なんですけど、あれはゴーンが来てからの話で、
かないじゃないですか、車がね、全然ね。つくづくと思うんですけど、さっきあの昔のね、撮った
成果をね薄めて出すようなっていう言い方しましたけど、それはですね、あの決してこの開発がいい加減だっていう意味で言ってるわけじゃないんですね。これはあのここ数回のですね、やっぱりコンプリート感の作り方に対して僕はすごく不満があるんですね。だからコンプリート感を作るような今あの技術開発ができてないし、はっきり言って、技術開発ができてなくって、ただブランドしかないんですね。でもう MT もアメリカに行ってる MT があるんですけど、その MT を僕は日本で売れないかっていうことを、まあ、前の平岡社長にね STI のお話ししたことがあるんですけど、ダメだと、 STI では使えないという平岡さん話されて、そのじゃあそれじゃあ、 あの S シャープで何やるのかなって思って楽しみにしてたんですけども、まあこの方の S シャープに勝るものが作れないんですよね。でもあの珍しいもの好きなお客さんがいて、価格もそんなに高くないから割安感があるので売れていくわけですよ。全然それは商売としては間違っていないです。で商売としては間違ってないんですけど、カタログ社でやるべきですよね。結果的にお客さんを騙すことになっちゃうんですよね。知らないから本物を。でそういうことをやってると、あのだん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 物をこう薄めて作っていって本物が分からなくなるっていう、まあ、ジレンマになると思うんですよ。だから今日本でですね、例えばあのこれは美味しいだろうと思って飲んでも大してうまかないですね。あの言ってみればですね、例えばスターバックス何がうまいかと僕は思うんですね、うん、スターバックスの味が本物なのかって言われた時に、あそこのそのチョコレートなんとかっていろいろあるじゃないですか、あの冷たいやつもいろんなやつも、あのいろんなトッピングがあったりしていいんですけど、じゃああったかいあのホットチョコレートっていうね、ホットチョコレートっていうのが本物なのかって言ったら、本物には僕は申し訳ないけど思えないんですよ。でなんか作られてるあの流儀でね。ところが今朝民宿でね、いつも行くアグネセンホフっていうんですけども、おかみがね出てきてくれて挨拶してくれましたよ、よく来てくれたって言ってね。で先にね、あのその民宿の女の子がね、コーヒー飲むかって言われたね、うんコーヒーって言って、そしたらママ出てきて、何にする、ホットチョコレートもあるよって言って、あじゃあホットチョコレートって言ったらね、ホットチョコレートをね用意してくれる。そしたら女の子がねコーヒー持ってきて、あホットチョコレートって言ってね、あ嬉しかったですね。うん、そんなね、あのしばらくぶりにね、いわゆるココアですよ、昔のね、そのココアがうまいんですよ、何気にね、何気にうまいね。まあということでね、今大型トラックがね後ろに横に入ってきましたけどね、いい、まあ止まりますよ。ココア飲んでね、あのあこれは本当に本物の味だなと思ったんですよね。でそういう車が本当に SEI から出てくることを僕は望んでたんですけども、あのもう無理かなと思って諦めかけてるんですけど、こういうのを見るとね、逆に言うとね、 SEI にねそんな無理にあのブランドを薄めて売るようなことをさせなくてもね、しばらくはレースだけやらしときゃいいんですよ。世の中が変わってきてトランスミッションがまたやれるっていう時代になったら、ね、伝説の S って言って売ればいいんですね。そうじゃないのに、ね、いい加減なことやってるとバチが当たる。昔苦労した人のねことを考えなきゃいけないと思いますよね。この車が作れるんですから、あのもっとあの軽くしてメーカーラインでまずね基本となる車を軽くして2種類作り分けてね、うん、
STI スポーツももう LINE で作ればいい、 LINE で作ってるわけじゃないですか。でそうじゃない、あの昔ながらの軽い車をね出して、でこういうセッティング、これです、こういうセッティングですよ。本当にね、あの ふざけたあんちゃんたちがね振り回すセッティングじゃなくてね、本当のセッティングですよね。で本当ね、あの普通の車作るのが難しくなってきてますからね。だから、あの何て言うんですか、せっかくね 2.4 リットルのエンジンのついたターボがあるんだから、本当分かりやすく質素に、ね、やってほしいなと思います。僕はあのさっきも話したようにスバルを売るために生きてますんで、短期の見方はしてないんですね。最近はその場しのぎの車も多い、今どうするかっていうことしか考えてないですよね。それではやっぱりまずいなと思いますので、本当の価値のあるものというものが何なのかっていうのをねよく考えてほしいし、きちんとね、本当にきちんと開発してほしいです。せっかくね素晴らしい人材がスバルにはたくさんいて、でスバル本体でねもうSDA なんていうのがあって、すごいことできるわけじゃないですか。人材難のね、人の少ないところに無理やり丸投げしてもいいものはできないですからね。ちょっとね STI っていう冠を少し外したね車作りをしないとダメだというふうにね、僕は本気で思ってます。で値段も下げた方がいいですね、少しね。買えないのはね、欲しい人がねたくさん作っていいんですよ。それうまく売ればちゃんと正直に言ってね、しっかりやりましょうよね。こんないい車ができるんだから、ね、ということで WX これで終わります。危ないのでね、ここから出たらねあとはまあ、あの会社でいろいろ話しますからね皆さんいらっしゃってください、お得意様ねよろしく。